最大総額100万円分プレゼント企画実施中。詳しくは概要欄にて。はい、どうも皆さん、こんにちは。本日2本目の動画投稿、クラクラチャンネルのケースケです。ブーということでね、もう8月からね、こう頑張ってね、1日ね、こう2、3本ぐらい投稿していきますとかって言ってね、最近忙しくて、1本しか投稿してなかったんですけども、平日のね、平日から2本目の動画投稿やっていきます。で、今日は何をお送りするかと言いますと、まあ2本目なんでね、ちょっとね、気軽な動画にしようかなと思っておりまして、私、ケイスケ、実はですね、資源ポーション、クラウンゲームとか、あとね、行商人からね、売人からね、ちょくちょくね、買ってってね、見て、ご覧ください。はい。資源設備。1ヶ月。資源ポーション31個使ってね、1ヶ月買いました。よいしょー。さあ、すごくない?この、残り時間31日と17時間。もうね、こっからね、どんどんね、ちょこちょこね、資源ポーションね、貯めてってね、もう、例えば2ヶ月、3ヶ月、いや、1年ブーストとか、そこら辺をね、ちょっとね、目指して頑張っていきたいなと、思います。もうね、ブーストするとね、結構ね、資源の増えてる感じわかると思います。はい。どん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 、もう1秒に2、3ゴールドずつぐらい増えてるんですよね。めちゃくちゃ早いですよね。で、今回はですね、結構ね、やっぱりね、最近始めたっていう人、タウンホール12がリリースされた時、結構ね、広告が入ってたじゃないですか、YouTube とかで。広告入ってて、最近始めたっていう人からのリクエストがね、ほんと来てて、ケイスケさん、資源設備のブースト、これ、いくらぐらいもらえるんですかとかね、1ヶ月で。1日どれぐらいもらえるんですかとかっていうのね、いう質問、すごいいただくんですよ。なので今回ね、もう本当に初心者向けです。1日で、ブースト1日やるとどれぐらいもらえるのか。そしてね、1ヶ月、ブーストしたらどれぐらいもらえるのか。こちらの方ね、ちょっと計算してみましたので、今からね、発表していきたいなと思います。はい。じゃあね、計算してきましたって言ってね、テロップで発表するのもなんか味気ないかなと思ったので、せっかくなんで計算機一緒にね、こう計算していきながらね、ちょっとどれぐらいもらえるかっていうのをね、一緒に見ていきましょう。まあ、結果、ちょっと知っちゃってんだけど、リアクションね、取っていきますんで。まずはエリクサーと金山ですね。これで、ね、最大レベルで計算していきます。タウンホール8で、最大レベルになりますんで。で、金山とエリクサーポンプ、1時間に4200手に入ります。ゴールドとエリクサーですね。4200。ゴールドエリクサーですね。手に入ります。で、これが24時間なので、24時間はで、はい !1 日に結構10万800ゴールド、10万800エリクサー手に入るんですね。で、これをね、じゃあ、ブーストします。2倍にしますと、はい、これが20万1600ゴールドエリクサー手に入るんですよ。で、これがしかも、最大7個まで設置できるんで、これをね、かける7していきますと、はい。1、10、100、1000、万、10万、100万、140万、141万、1200ゴールド、エリクサーズ手に入るんですよ。これかなり美味しいですよね。なのでね、まあ、ブーストして、じゃあね、壁、塗るとしましょう。壁塗りのやってる人いるとしましょう。じゃあ、エリクサーと金山合わせて、はい。282万2400エリクサーゴールド手に入るんで、これ壁とかさ、一気に塗れますよね。レゴ壁とかだったら。あと、ドクロ壁とかだったら。あ、ドクロ壁はでもゴールドしか使えないんで、あれなんですけど。レゴ壁とかだったら、1日ブーストするだけで何もしないでよ。レゴ壁2つも塗れちゃう。これだいぶ美味しいですよね。で、資源ポーションとかでじゃあ、1週間にしましょう。1週間だと、1、10、100、1000万、10万、100万、1000万。はい。1900。待って、1975万6800ゴールドエリクサー手に入ります。これ、だからね、資源ポーションとかで、まあ、毎日ね、売人からね、買ってね、ブーストしてって、で、クランゲームとか、で、5、6個ぐらいね、手に、あ、5個ぐらい手に入って、で、ブーストさせちゃえば、もう1週間でこれだけ手に入るんで、もう何もしなくても、タウンホール9の人、日壁とか塗るのにさ、あ、そうか、日壁も今、そうだ、100万ゴールドエリクサーとかで塗れちゃいますよね。だからもうだいぶ、もう1週間で19個とか塗れちゃうんですよ。これだいぶ、美味しいですよね。めちゃくちゃ美味しいと。はい。じゃあね、自分31日ブーストかけてますんで、それを今から計算していきます。いきますよ。じゃあ、まずは金山1個だけで計算していきます。4200×24 は、はい、10万800ゴールドですよね。で、これが31日あります。そうすると、
はい、1、10、100、1000、万、10万、100万。まあ、ブーストしないで31日やると312万4800エリクサー手に入るっていうのも結構美味しいですが、さらにこれが7あります。7個あると、1、10、100、1000、万、10万、100万、1000万、2187万3600ゴールド。すごくない？何もブーストしないだけでもこれだけ手に入るんだっていう発見がありますよね。で、それをですね、ブーストします。ブーストすると、1、10、100、1000、万、10万、100万、1000万、4340、待て、4374万7200ゴールド。手に入るんですよ。で、これが、エリクサーと合わさっちゃったらもう大変なことになりますよ。8749万4400エリクサーゴールドになります、合計。だから俺今、施設以外はさ、もう施設ももう乾燥しちゃって、あとはもう壁だけなのよ。壁だけなんで、マグマ壁が結構残ってんで、1個400万なんで、これが20、21個ぐらいは全然何もしなくてもいいんですよ。だから俺、資源狩りしなくていい。もうニートよ。ニート状態と。なっておりますね。これはだいぶ美味しいですよね。はい。じゃあね、ダクエリポンプの方も計算していきます。タウンホール7以降からね、設置できるんで、タウンホール7とかで、気になってる人もいるかもしれないんでね、ちょっとタウンホール7からね、計算していきましょうか。タウンホール7はレベル3まで上げれるのか。レベル3まで、少な。1時間に45しかもらえないの。少ないですね。で、これが24だと、はい、1080ですね。で、タウンホール7は、これ1個しかないんで、1日に1080しかもらえないと。で、じゃあね、これをね、ブーストすると、2160。はぁ、なるほど。1日に2160しかもらえないと。じゃあこれが、じゃあ1週間ブーストしたとしたら、15100、1万5120。だいぶ少ないけど、まあ、バーキンをね、こう乾燥させるためには結構まあ、微量ながらも必要かなとは思います。じゃあね、これが、じゃあ 45×24×、で、2は2160。で、これを、31日ブーストしちゃったら、1、10、100、1000、ま、66,960。いやー、少ないっすね。だからあんまり、低い弾砲体で低いダクエリポンプでブーストっていうのは、あんまりおすすめはできないっすね。はい。じゃあね、タウンホール8、計算していきましょう。タウンホール8は、レベル3のダクエリポンプ、2つ、設置できるんですね。なので 45×2 は1時間で90です。で、これが24時間だと、2160。で、これをじゃあブーストしてたとしたら、4320しかもらえない。なんかやっぱり心もとないですよね。じゃあ1週間ブーストしたとしたら、これが3240。あー、やっぱりね、頑張って資源ポーション7個ぐらいね、集めてさ、ブーストしたとしても、1週間かかって3240。まあ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 、ババキンをね、こう、レベル5かレベル10にするのには結構ね、まあ、足しにはなるけど、そこまですごい上げられる感はちょっと出ないですよね。はい、じゃあね、そしたら、31日ブーストしたらどうなのか、計算しましょう。1時間で 90×24 は2160。で、これが、これが31日か。31日は66,960。で、これをブーストすると、1、10、100、1000、万、10万、あ、133,920と。結構、まあ、なかなかもらえる感はあるんですけど、1ヶ月ブーストして133,920。俺頑張ればこれぐらいはね、1日で、本枠の方稼げちゃうんで、やっぱ少ない。でも、まあ、ババキンのレベル上げる、あとはね、ゴレとか、あとはホグとか、レベル上げるのに結構なダクエリ必要になってくんで、まあ、それを使うためにも、貯めるためにも、まあ、ブーストしていくっていうのは、まあ、ありになってくるのかな。でも、まあ、エメでね、こう、売人から買うにしても、エメ使っちゃって、これだったら、まあ、使わないで、一生懸命ブーストして資源狩りした方がいいのかなっていう感じはありますよね。はい。ではでは、タウンホール9の方を計算していきましょう。タウンホール9もね、2つ、ダクエリポンプあるんですけど、なんと、レベル6まで上げれるんですよ。レベル3から、レベル6まで。結構ね、自分9成り立ての時ね、ダクエリポンプ上げるのに結構ね、頑張った記憶があります。さあ、計算していきましょう。1時間に100ですね。で、これが、2つあるんで、1時間に200ダクエリもらえます。
で、これが24時間で4800度。で、じゃあこれブーストしちゃうと、1日で9600。あ、まあ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 。まあ1日で9600もらえるだけでも結構ありがたいですよね。じゃあこの9600、まあ1週間ブーストしたとしたらどれぐらいになる？ 67200 と。まあそうですね、最初のアチャクイとかババキンをちょっとレベル上げるのにも結構まあ、大体これぐらいで上げるんで結構いいですよね。美味しい美味しい。なんかここら辺になってきたらやっぱり、レベル上がってくると全然違いますね。はい。じゃあね、1週間ブーストを計算してみましょう。1時間に200の。で、これが1日で4800。で、これが31日あるとしたら、14万8800。あ、これ、俺、だいたいヒーローレベル、今、サバーガーの方15、16とかで、だいたい両ヒーローとも1レベルずつぐらい上げれますね。普通に、何もしなくても。で、これがブーストしちゃうと、297600。おいしい。なんかここまで来ちゃうと、ほんと、一気に上げられる感出てますね。ただまあ、1ヶ月で297600か。まあ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 、まあ悪くはないですけど、まあ、結構助かるかなといった形ではありますね。じゃあね、レベル、タウンホール10以降はですね、ダクエリポンプ、レベル6が3つ建てられるんですよ。あ、10、11、12、そうするとダクエリの獲得量って同じなんですね。そう考えると。なんかもうちょい新レベルとかね、11あたりで解放しても面白いんじゃないかなとは思いますが、ちょっとね、計算してみましょう。1時間に100ですよね。で、これが3つあるんで、300獲得できます。で、24時間は、7200。で、じゃあ、ブーストしてたとしたら、14400。わ、美味しいですね。1日で楽エリ、何もしないで14400手に入るって、結構、美味しいですね。だから、普通に、ヒーローレベル結構コストかかるんですけど、ブーストしててもいいんじゃねえかなっていう感じもあります。で、これが1週間、じゃあ、ブーストしたとしたら、1、10、100、1000、万、10万、10万800。ダクエリ。これさ、資源狩りで獲得するとしたら、めちゃくちゃ大変じゃないですか。それが、何もしないで1週間ブーストするだけ、これだけ手に入るって、ほんと、あ、いいな。そう考えると。なんかだんだん、すごいお得感がなんか出てきますね。じゃあ最後に、タウンホール10以降ですね、ダークエリポンプ、1ヶ月間全部ブーストしたら、どうなってしまうのか、計算していきますよ。まずは、ダークエリレベル61個でね、1時間で100、これが3つあります。で、さらにこれが24は1日で7200です。で、さあ、31をかけていきますよ。そうすると、1、10、100、1000、万、10万、223,200ダークエリ、手に入んの。で、しかもこれまだブーストしてないですよ。これをブーストさせちゃったら、はい、来た !446,400! すげえな。これ、ちょっと待って、何レベルぐらいまで上げれんだろう。タウンホール10以上だったら。ちょっと、アチャクイじゃあ、レベル30以降の、ちょっとアチャクイのコストね、ちょっと見てみましょうか。はい。じゃあね、タウンホール10以降の、アチャクイレベル30から40ぐらいまで上げれるんで、ちょっとね、それ、計算してみましょう。どんぐらい上げれるんだろう。さっきは446,400でしたよね。なので31レベルに上げるのに139,000ですね。じゃあ、これに足してっての、143,000。あれ、だいぶ、昔と比べたら、安くなってますね。で、282,000。で、33レベルに上げるのに、足す147,000は、あ、すごい !30 から33レベルに普通に上げれる。いいっすね。アチャクイレベル3上げれるだけで。だいぶ違いますからね。はい。そんな感じで、今回本日2本目の動画は、資源ポーション31個、1ヶ月ブーストの、獲得資源量を計算してみたっていう動画、お送りしていきました。いや、計算したら、もう想像以上の額が手に入るっていうのが分かったんで、あとになんかツイッター会話でね、結構前からね、マジカアイテム出た時からもうずっとね、溜め込んでブーストして40日、50日ぐらいかなになってるっていう人もね、いるっぽいんで、ちょっとね、自分もね、これからね、毎日ね、資源ポーション買うのを癖にして習慣にして、で、クランゲーム、ね、やってきたら、もういっぱい、資源ポーション獲得して一気に上げちゃったりとかしてね、2ヶ月、3ヶ月、いや、半年、1年とかね、目指してみようかなと思います。
で、この動画が面白かったためになったなって思ったら、グッドボタンやコメント。で、毎日ね、クラクラ動画も投稿していきますんで、まだチャンネル登録してないよって方がいましたら、ぜひとも登録お願いいたします。で、最後におすすめ動画もやっておきますので、それではどうもぜひぜひご覧ください。はい、バイバイ。